はい、ミート&ファイト、ゾウの雑白です。UAC、ロードトゥ UAC、ノセ・ショウヘイ VS ユースヨン選手の戦いです。これはもう実は実力者同士の戦いで、ノセ・ショウヘイ選手はこれ3回目の参戦で、前回、滝沢健太選手にライジンで完勝しました。で、ユースヨン選手、実はこれブラックコンバットでディープで王者になり、まあ、ディープ王者の石塚選手を秒殺したようなめちゃめちゃ強い選手です。かなりここの勝者が優勝する可能性が強いのではないでしょうか。で、1ラウンド始まりました。プレッシャーかける野瀬選手ですが、いきなりタックル2機、いきなりバックを取ります。正直、黒帯のユースヨン選手にバックを取っていいのか、いきなりタックル仕掛けていいのかっていうところなんですけども、やはり攻め急ぎすぎ、前に落とされ、逆にバックを取られる野瀬翔平選手で、バックからコツコツパンチを打ち、もう4の字ロックになってしまいます。あとはバックキープしながらコツコツで、野瀬選手がどうにかバックから逃れようとするのですが、全部スル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 ついてきます。サイドバックになったりで、4の字ロックまた組まれて、逆側に4の字ロック組まれて、でどうしようもない展開になり、やはり最後もトップを取られて、ハーフを取られて、トップを取られてみたいな感じで、もう先手先手を取られて、1ラウンド、まあ奇襲でいきなりテイクダウンそしてバックを取った野瀬翔平選手でしたが、やはり黒帯のスヨン選手が先手先手で完封した1ラウンドと言っていいでしょう。やはりここは打撃勝負で、疲弊させてからのグラップリングしか勝機はないと思います。それぐらいちょっとグラップリング下がりました。で、2ラウンド始まりました。プレッシャーをかける野瀬翔平選手、そこにプレッシャーをかけた前に来たところに、しっかりとスヨン選手がシングルレッグを取りました。で、シングルレッグ取ってきたので、ギロチンを決めようとする野瀬翔平選手ですが、やはりなかなか充実感にギロチンは簡単には決まりません。で、そのままギロチンを解き、トップを取るユースヨン選手で、またコツ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 打っていきながら、固め狙ったり、もしっかりと枕も作って体重を乗せながらつけていきます。で、サイドバック、ハーフバック狙い、バックコツコツみたいなスクランブルで、先手先手、上手上手を取るのがスーシオン選手です。そんな中、最後の最後ですが、オンブラッド狙いからのアンクル狙いの野瀬翔平選手でしたが、まあ残り数十秒だったので、ユースヨン選手も無理せずに防御だけ徹した2ラウンドでした。まあ、2ラウンドもユースヨン選手の、まあ、完封と言っていいでしょう。そして3ラウンド始まりました。ここでも野瀬選手は一本勝ちや KO しないと勝てません。で、プレッシャーをかける野瀬選手で、もうスヨン選手はもう正直戦う気はありません。もう判定で勝てるので、攻撃来たらバックステップサークリングで避け、距離を取ってテイクダウンを切っていく。で、打撃もしっかりと見て避けていく。で、左フックなど、野瀬選手、翔平選手がタックル行くふりをして左フックなど当たるんですが、ちゃんとサークリングしながらタックルも全部切って、で、組の展開でも先手を取って、で、スヨン選手もジャブで刺していく。で、ジャブやアウトローを刺していき、野選手は左フックを見せながらタックルに入るんですが、タックルが軒並み切られてしまいます。で、組になってもちゃんとスヨン選手を防御し、アームロックを逆に狙ったり、そして野選手はもう逃げられているので、もうタックルに行っては失敗し、タックルに行っては失敗し、で、ようやく組めたので頑張って足をかけてテイクダウンしようとするんですが、逆にトップを取られてしまいました。で、ハーフで枕を作られ、今度ガードポジションハーフなどになって、まあ寝技の展開ではスヨン選手がやっぱり1枚も2枚も上手で、やっぱフィジカルもちょっと見た目で差がありました。ですので、残念ながら3ラウンド判定負けになってしまいました。ただ強いこのスヨン選手、ちょっとスタンドに穴があると思うんですけども、このまま決勝まで行くのではないでしょうか。以上となります。ご視聴ありがとうございました。ちょっと残念なのが、サイガ選手も、まあ、ノス・ショウエイ選手も、まあ、スター候補なんですけども、韓国人のフィジカル強い選手に負けてしまいました。以上となります。それでは、ならなす、ならなす、ならなす。